えりぽんかわいいほもたん優勝ごめん大分の高っち親方です。モーニング娘2-3に会ってきた、えー、今回は ZDO 全国同時お見送り会の福岡に行ってまいりました。メンバーは生田絵里奈ちゃんと岡村ほまれちゃんのお二人仲良しコンビですね。えー、イオンモール福岡。えー、前半がトークショー。 後半がお見送り会が行われました。あの二人ともね、可愛い,い格好。制服で出ました。このね、セーラー服姿、ね、可愛いお二人と、まあ簡単に、まあ挨拶程度ですが、お話をしてまいりました。まあ全国各地で同時にこのお見送り会行われていますが、 福岡、どういう模様だったかご紹介いたします。まあ逆にですね、あなたがね、行った会場どんな感じだったかな、メンバーもどんな感じでしたかっていうのも気になるところではございますが、私は福岡公演をお伝えいたします。今回もお付き合い、よろしくお願いいたします。 最初に ZDO とは何ぞや簡単にご紹介いたします。全国同時お見送り会の略です。ZDO。大悟さんみたいですね。えー、まあ、前半にですね、イベント前半がトークショー。で、後半がお見送り会。至近距離でありがとうね、とか言ってお見送りがございます。え、10月21日に、まあ、全国一斉に行われました。えー、メンバー2人1組。 全国でこうですね、まあ7組に分かれて多分14箇所巡られました。えー、実際ですね、私が行ったのがですね、福岡ですね。で、こちらもトークショー、まあ新曲の紹介をメインに行いましたけれども、福岡では、まあ割とね、福岡の話題、エリポンが福岡出身ですので、ご当地ネタも出ました。お見送り会はですね、えー、メンバーもオタもですね、マスクをつけた上、 かつ、まあ3メーターほどか、まあ実際今回結構近かったんですけどもね、2メーター、1メーターほど離れて、そして立ち止まらず、歩き続けながらであれば、まあ、お見送り、ね、おしゃべりできるということです、えー。このイベント自体は観覧が無料です。ただし、もうちょっと近くで見たいよ。お見送り会参加したいという方、チケットが必要です。えー、CD をですね、予約されると、 優先エリア入場券、お見送り会参加券がゲットできます。私も朝10時からの福岡会場ですね、販売開始でしたけれども、もう私が10時頃着いた時には、60名ぐらいね、並んでました。そこでシングル3点セットを購入しました。すると、優先エリア入場券が1枚。 そしてお見送り会参加券が2枚ついてまいりました。えー、もうこっケット出てますけれども。 ま、過去、私のブログや動画をご覧いただいた方は、もうこの馴染みのですね、特典チケットですね、リリーベでもよく、あの、最前列の席を取るため、握手会ね、以前やってた時はですね、えーサービスを受けるためにですね、ま、こう、チケットをね、早くからお互い並んで CD 買うわけですよ。で、今、ちらっと私ね、申し上げましたが、ま、特にモーニング娘。のファンの方なら、どちらかというと、ZD。 A のイメージございませんでしょうか ?ZDA は全国同時握手会の A です。コロナ禍以前は 実はね、お見送り会の代わりにメンバーと握手することができました。えー、私も2019年にですね、えー、娘のワンナインの時に2回、えー、ZDA 行ってます。福岡と大井と行ってます。えー、当時のあの、レポートの動画、えー、概要欄やリンクカードを載せておりますので、ぜひご覧ください。えー、なお、ZDO という言葉自体は、えー、2022年の冬、 お茶の馬が使っております、えー。全国同時お見送り会でですね、私はあの九州佐賀筒色子ちゃんの、ね、会場に行きました。それもですね、合わせてですね、ご紹介、あのリンク、ね、カードとか概要欄載せておりますので、ぜひご覧ください。 まあ個人的にはですね、やっぱりこう、握手ができるとありがたいですね。あの、会話時間もちょっと長くなりますし、まあぬくもりを感じてそれが思い出になるというといやらしいですけれども。まあただですね、いろいろ感染状況も踏まえ、今後 ZDO、このお見送り会というのをハロプロですね、まあある意味じゃ一般的になるのかなということで、今回ご案内をさせていただきます。福岡の会場は、イオンモール福岡です。 まあ、福岡と名前がついてますけれども、福岡市ではなく、か谷郡、かす町ですね、にこちらにございます。いわゆる博多、天神といった、福岡市の中心部よりかは、まあ、バスなどで行くと30分以上かかるようです。ただ、福岡空港には割と近いです。 イオンモール福岡から空港までがだいたい車で15分ということで、ま、イリポンもこの福岡空港に早く着いた時は、このイオンモール福岡で買い物などをされているようです。で、イオンモールもね、これ広くて、私今回初めて行ったんですが、迷子になりました。あの、販売の列もそうですし、実際イベントが始まる時間になっても、ちょっと遅刻しそうなぐらいなんですけれども、1階のウエストコート、あの GU さんの前の、 ですね、スペースで行われました。ええー、と1時から、まあ、あの、エリポンと岡村誉ちゃんが登場してですね、いよいよ ZDO が始まります。どんなね、トークがあったのか、お見送り会の様子、感想などをお伝えいたします。トークショーは前半20分行われました。主に3つ、えー、1つが ZDO への意気込み、2つ目が 新曲の紹介。三つ目が福岡を旅したお話です。え最初にね、ZDO の意気込みです。えー、エリポンがですね、今回考えたそうですね。えー、ホマタンと ZDO をね、やるね、二人きりで行くと、なんか記録に残る、まあ思い出に残ることしたいなっていうことで、えー、ホマタンに相談したところ、ホマタンが、セーラー服着ましょうよって、もうこの一声で、 セーラー服着ることが決まったようです。ということで今回の福岡、えー、画像にもあります通り、セーラー服のお二人です。すごいですね。あのー、これなんか通販かなんかで急いで買ったそうなんです。えー、二人とも似合ってますよね。えー、まぁ、あ、ホマタンはですね、高校3年生、LJK、ラスト JK ですけれども、ヘリポンは26歳。 でもですね、ほんと似合ってますね。会場でも、ああ、かわいいという声も聞こえましたし、あの、ネット上でも、この制服着てるなんて、ね、セーラー服姿、これ、福岡会場当たりだよ。行けばよかったっていうぐらい、あの、かなり、あの SN、SNS でも、こう、バズってた話題になってましたね。私も正直、意外な格好で来たな、ということで、びっくりしました。 これ余談ですけれども、えー、このセーラー服、えー、黒にね白いラインででこう襟の部分っていうかですね、えー、ドラゴンの刺繍があるんですが。 これとですね、同じセーラー服を持っている方が、ね、翌日出会いました。福岡のアイドル、ブンライトの明里ちゃんですね。えー、翌日大分の現場で会って、彼女も、あの、ハロータで、あの、それこそ、イオンモール福岡にエリポンとホマタンが来ることを知ってたらしいんですけれども、あの、エリポンとね、ホマタンが着てたセーラー服、私も持ってるよ。あの、スカートが長いスケバンタイプだよっていうことで、あの、縁を感じましたね。あの、本当にですね、 美人ですし、なんかセーラー服姿ってこう魅力がね、ましシ,シですよね。えー、二つ目がですね、新曲のすすめ。えー、今回10月25日にですね、三つのですね、タイトルで同時にね、発売をいたします。えー、今回リリーベ、まあこれがメインなんですが、でね、まあ福岡ではあっさりとね、ご紹介がありました。えー、まずですね、シングルの一曲目、すっごいフィーバー。この曲はね、もうキャッチーな曲なんですよ。 あの、このホマなんか紹介してくださったんですが、えー、曲の中で、すごーいっていう、こん太い声が出るんですよね。あの、恋愛レボリューションみたいに、えいよー恋愛レボリューションみたいな感じ。プッチもにも、にも出てきますけど、この太い声、クッパのような魔王のような声が印象的なんですが、歌詞も結構面白いので、そこに注目されてくださいということでした。 で、二つ目、ね、ウェイクアップコールですけれども、これちょっと紹介あったのかわからないんです。ごめんなさい。ちょっと内容覚えてませんが、あの、ぜひですね、モーニング娘。の公式 YouTube チャンネルで、えー、3曲聴けますので、聴いてください。そして、福南村水木ちゃんの卒業ソング、Never Ending Shine。えー、ですね、これ感動するもんなんですが、エリポンがね、紹介してくれました。あのー、これ、 みずきちゃんね、みずきの卒業シングルで、ね、シングルで出すんだけども、いわゆるみずき一人でなくて、ちゃんと、こう、メンバーも登場とか歌う場面があるよと。あのー、クレジット上は、モーニング娘。2-3、フューチャリング、福村みずきですが、もう、エリポンからしたら、福村みずきとその仲間たちみたいな、居残り組みたいな感じのね、表現が同期らしくて面白かったですね。あのー、本当これ結構、ジーンとくる曲ね、ミュージックビデオもかなり良いので、あの、ぜひご覧 ください、えー、先ほどもご紹介した通り、モーニング娘。の公式 YouTube チャンネル、3曲ともミュージックビデオが出ております。まずお試しに聞いて、ああ、これいいなと思った方、ぜひ CD、円盤もご購入ください。そして3つ目、トークの3つ目が、福岡を旅した話です。まあ、えっ、ー、と、福岡出身の、ね、エリポンと、 東京出身のホマタンが一緒でね、福岡でお仕事をされてました。で、前の日からですね、福岡に入って、まあ、こう CD ショップさん巡られてましたね。あの、天神のインドーさんにもね、行かれてましたけれども。で、ホマタン自身ですね、えー、もうそのまま言った言葉言うと、い、えー、大体福岡でライブなどするときは、 空港を降りて、そしてそのまま車に乗せられたとか詰め込まれてっていうね、面白い表現して、で、そのままライブ会場行くと。で、ライブが終わった後も会場から、ま、そのまま車にね、乗っけられて、えー、空港までね、送られるということで、結局、福岡らしさを感じるのは空港の床ぐらいしかないっていう話が面白くて、エリポンが、いやいやそんな乗せ、乗っけられたとか言わないよとか言ってね、突っ込んでましたけれども、まあ、 小股にとってはこうじっくり福岡を楽しむというのが今回初めてだったそうです。えー、そこでエリポンがですね、地元ということで一緒にこう歩いたと言いますか、まあ正直迷子になったそうですね。えー、天神をスタートしというか中須川端行ったんですね。そこから天神に行って、一回大名まで行って、 から天神パルコに戻って、そこのなんかカフェかなんかでお食事されたということですね。まあ私もちょっと申し訳ございません。福岡都市間まだまだ弱いんですけれども、これはあの天神からキャナルマで100円のバスじゃないですけども、天神とか大名で中坂バターをね、ずっと歩きまくったっていうのは、これ、まあ地元福岡のね、ファンからウェ、えーってなんか驚きの声が上がってましたね。もうかなりの大移動だったということがわかります。 まあそんな中でですね、ほまたんも福岡満喫できて、かなりね、良かったということで、手応えを感じてます。えー、というわけでトークはもう、あっという間にね、お時間となりました。この後、いよいよ、メンバーとご対面です。待ちに待った、お見送り会。岡村ほまれさん、生田イレナさん、お話、何としたか。結論。あ,ありがとう。ありがとう。ありがとうしか言えませんでした。 えー、というのも今回のお見送り会、回転率早いんですよ。もうどんどんこう、お客様多いですし、スタッフもですね、いわゆる剥がしと言いまして、ね、どんどん前にこう、押し出すというか、はい、次行ってください、次行ってくださいとやるので、もうほぼメンバーと会話ほぼできないですね。あの、あ、ありがとう、ありがとうぐらいですね。まあ、どうしてもこう、メンバーとゆっくり話したい場合は、もうまとめ買いして、ね、どんどん後ろの方のループ、ね、無限ループになりますけれどもね。 何枚も買うしかないなというのを、まあ、痛感しました。あの、ホマタンと、まあ、えー、エリポンまあ、目を見ながら、本当に、ね、いろいろ喋りたかったんですよ、私も。ホマタンについては、僕もあの、おパンチウサギね、好きですとか、エリポンについてはね、今日大いたから来たんよって言いたかったんですけどもね、喋る暇もなく、一秒あるかないかの時間で、ありがとうしか伝えられませんでした。ただ、ね、 ありがとうを伝えられただけでも、まあ嬉しいですし、いつ普段こうね、よく私も申し上げますが、あの、テレビ越しとか画面越しで見ている、あのメンバーが目の前、ね、1メーターぐらいのところにいる、そしてまあ言葉を交わせる、これだけでも尊いです。あの、メンバー2人とも、まあ、マスクしてて、目元しか見えませんが、 二人とも目が綺麗ですね。あの、ホマタンもキラッキラだし、エリポンはこう落ち着いた眼差しでしたね。まあ、クールな感じのエリポンと、可愛い感じのね、ほんわかしたホマタンがね、楽しめました。えー、前回の ZDA の時、まあ、実はホマタンとは握手もしてますが、まあ、その時もね、ホマタン目がキラッキラで、あの、握手ね、手もね、ツルツルでちょっと嫌らしいんですけれども、あの、ホマタン自身、ちょうど娘に入って間もなくて、 最初の頃のリリーベでしたので、かなりこうフレッシュだったとか、あの、いう話もトークしてましたけどもね。けど、ほまたも落ち着いてきました。背もね、高いですし。で、エリポンはやっぱ慣れてますよね。で、オタも慣れてるんですよ。こう、エリポンにあえて冷たくすることで、こう、エリポンにちょっとーとか言って、私も応援したよ、みたいな感じで、ね、ちょっかい出すような感じがしてて、やっぱね、エリポンのこの実績というか、ね、活動歴の長さと、 ね、ファンとの深い絆っていうのをね、いいなというふうに感じました。も、ま、う、あ、本当、普段見られない、まあコスプレですけれどもね、セーラー服、JK 姿をね、見られたというのも嬉しいですし、ね、まあとにかくホマタンとね、エリポンと言葉をね、交わすことができた、一つ思い出ができました。まとめです。まあ、ほぼね、あの、一日1秒もなかった話時間ですが、それでもやっぱり、 トップアイドルを至近距離で拝めたというのは、これかなりの思い出です。まあ以前は ZDA と言って、まあ握手会もありましたけれども、なかなかコロナ禍で、いわゆるリリーベもまあ少なくなって、特に私は九州の人間ですから、こう九州でイベントっていうのもない中で、えー、久々の ZDO があったことに感謝です。 割とこの ZDO の開催告知、まあ、直前で、私も日程どうなるかなと思いましたが、まあ、たまたま日中入っておりましたので、これはもう見に行こうと。ま、いろいろね、全国行きたいところはあるんですが、まあ、まずは近場の九州でね、エリポンもホマタンもやっぱ好きですので、え、行って参りました。あのー、もう本当にですね、こう、各地、 で盛り上がったようですね。あの、いろいろ写真も、こう、ツイッター上などで見ましたけども、やっぱね、あの、どの歌も遠征をしておりますし、そしてね、どのメンバーも、こう、全国各地に行けるということを、かなりね、楽しんでおりました。えー、実際ですね、私、福岡の会場をいました。こう、物販の列とか、こう、イベント始まる前に、こう、待ってたんですね、会場で。えー、すると、いっぱいね、こう、お客さんが来い。 いわゆる普通の買い物のお客様が、こう、会場近く通るたびに、あれ今日なんかな、合ってるのあ、モーニング娘。来てるんやっていう声がかなり聞こえましたね。まあやっぱりこのモーニング娘という看板、ブランド、すごいですよね。25周年だてじゃないのよねっていう感じをしました。 えー、他、これですね、実は販売のスタッフさんの話も私、ちらっと聞こえたんですが、あの、まあ、リーダーである方がこういうことをね、スタッフに申し上げ、ね、おっしゃってましたけども、 今日はさ、特にあの、福岡出身のメンバーが来るから、かなり人多いと思うよっていう話、ね、されてました。もうスタッフね、さんもね、えー、の方もかなり期待して、ね、いらっしゃったようですし、あの、本当に運営とか私様、まあ、オタの対応をですね、していただいて、本当にありがとうございます。まあ、こういうイベントって本当、 あの、タレント側もファン側もそうですし、会場をね、こう、ご提供してくださる方、スタッフの皆様にも本当に感謝です。あの、このモーニング娘。のやっぱね、リリーベってかなり貴重ですし、ね、ほんと九州に来てくださったということをかなり嬉しく感じています。で、ね、今回福岡はエリポンとホマタンですが、ね、ほんと仲良しで、 もう、エリポンが特にホマタン出来合いしてるっていうね、印象も強いですけれども、今回もその仲の良さを伺いました。あの、本当に楽しくて友達みたいな感じですし、ね、ホマタン自身も福岡でね、楽しめて、その、ね、興奮もしてましたし、まあ、エリポンもね、あの、普段通い慣れてるイオンモール福岡でできるっていうのが嬉しいと。会場近くにある GU さんにもちょくちょく,ちょく行ってるようですし、2階かどっかのカフェにもね、行かれてるので、エリ探してね、みたいなこと。 おっしゃってたぐらいですね。まさにエリポンのホームグランド、そこにね、お仲のいいホマタン来たということで、本当に可愛いセーラー服の姿の二人をね、目に焼き付けることができました。えー、本当にですね、まず ZDO 開催されたこと、ありがとうございます。まあ、個人的には、まあ、いずれ、ZDA 握手会の方もあると、またよりね、 違った思い出もできるかなというふうに感じております。まあ、ともあれですね、本当全国各地、秋ツアーね、愛媛県行く前にメンバーね、ZD をされてて、本当にすごいなと思いますし、ありがたいことですよ、えー。いよいよですね、もう秋ツアーも後半になると、リーダーの福村瑞希ちゃんもご卒業されます。最後28、29ですね、11月、横浜アリーナで 2days で卒業されます。 私が次、モーニング娘。と会える現場は、えー、11月19日の福岡公演です。これツアー日ですね、えー。この舞台がですね、あの、含めは水木ちゃんを、まあ、現場で見るのは多分私最後です。九州まで来てくださってありがたいですし、ね、この柔軟期対戦のパフォーマンスを見て楽しみです。要は本当、モーニング娘。ね、2-3今、いわゆる大変な時でもありますし、ね、 みんなで頑張っていこうて燃えてる時期ですえ。そんな忙しい中、えー、ZDO もしてくださったことに感謝です。そしてですね、あの、これからもモーニング娘。2-3応援をいたします。 え、ぜひですね、あなたも、えー、モーニング娘。まあね、ファンの方はね、引き続き一緒に応援をしましょう。初めましての方は、先ほど申し上げた通り、えー、公式の YouTube チャンネルからですね、モーニング娘。の楽曲を聴くというのも、一つですね、えー、きっかけになりますので、ぜ、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。えー、以上、今回は、モーニング娘 .23 ZDO の福岡会場、レポをいたしました。えー、福、ね、各地で行われた、ね、レポ、これもね、楽しい 楽しみです。ねあの、あなたあの町娘来ましたかね楽しい思い出ができたでしょうかえー、ということで、今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。えー、このチャンネルではですね、まあ、いろんなことを扱っているんですが、アイドルハロープロジェクトも割と多く扱っております。えー、近いうちですと、今度ですね、今週間もなく、それこそモーニング娘。 あの、新曲届きます。サインがね、2枚届きます。開封の儀を行います。で、ね、10月28日は、アンジュルムの福岡公演に行ってまいります。その感想レポも行います。まあ一緒にですね、ハロプロの、えー、話題、ね、に曲を楽しんだり、イベントを楽しんだりしながら、一緒に応援して楽しい記録をですね、これからも一緒に、この YouTube や私のブログで作ってまいりましょう。ぜひ、ね、よろしければ、 高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。今日も推しのために働く。ほまたねー。